はい、皆さんこんにちは、ファームテックチャンネルです。今回はですね、こちらのグランフォースシリーズ FT260 のトラクターなんですが、今回はですね、皆さん見てください、ドーンとですね、今回ハイクリのトラクター、これはね、長ネギ用の、久保田の畑作用の、管理機スペシャル機ということで、最近ね、あのネギやってる地域ではね、たまに見かけるモデルかもしれません。今日はね、こちらを紹介していきたいと思います。それではですね、まずはですね、ちょっと見てみましょうか。ちょっと一周ぐるりとね、回ってみますね。はい、こんな感じになってます。ちょっとね、こちらの3連カルチ、見て、分かったと思うんですが、この機械はね、中古です。100時間ぐらいね、使ってある中古なんですが、現行機ということで紹介していきたいと思います。欲しい方いたらぜひお問い合わせください。さて、それではね、早速いろいろとね、見ていきましょう。まずはですね、こちらトレッドですよね。こちらのこちらとこちらのタイヤの距離、トレッドなんですが、このね、出荷時、この状態で1800、1m80cm となっています。ですね、この左右のね、タイヤを入れ替えることによって、トレッドとですね、 2m まで広げることができます。ホイール、こんな形でお椀型になっているので、今ね、こんな感じでついているので、こっちが外に来ればね、この分広がるっていうことですね。それで 2m 出すことができます。はい、これね、後輪も同じですね。こっちもお椀型になっていて、左右入れ替えるってことですね。はい、ついてるタイヤをね、向き変えるだけだと、この山の向きが変わってきちゃいますからね、左右入れ替えるようにしてトレッドのね、調整をしてみてください。さて、次はですね、トレッドの距離が1800ということで、次はね、高さですね。高さを見ていきたいと思います。最低地上高が84センチということなので、一番下がってる位置はもうね、このトラクターについているこのフレームですね。フレームの位置がちょっと今ね、メジャー持ってきたんで、メジャーで見てみましょう。84センチ、大体ですよ。84センチぴったりですね。このフレームの位置が一番下がってると思うので、ここがですね、84センチの地上高、最低地上高となっています。このね、トラクターのね、フロアまでのこの高さ、これもちょっと測ってみます。こちらが1115、1m15cm ですね。はい、こんな高さになってます。そして、こちらね、車高が高いということで、このように補助ステップがついています。ただですね、作業中は作物にね、接触したりする可能性があって邪魔なので、このレバーがあるんですが、これをですね、よいしょ、このようにしてもらえば、ステップをね、
このように上げておくことができます。はい、またね終わって降りるときにはこれを、まあ、このように、出すという感じになってますね。はい、そしてですね、こちらフロントバンパーウェイト25キロが5枚装着してあります。はい、合計でね125キロのフロントバンパーウェイトを、背負うことができます。ただですね、こちらこの、ウェイトのね取り付け台とこのウェイトはオプションとなっています。まあ、作業によってね、必要なウェイトあると思いますので、そのあたりはですね、確認してみてください。はい、そして次にですね、タイヤを見ていきましょう。はい、先ほども見ましたがこれね、このタイヤ機の、まあ、ちょっとね太くなったようなタイヤがついてまして、ホイールで、ありまして、こちらブリヂストンのタイヤがついてますね。はい、空気圧が結構入るんですよね。240kPa、2.4 キロですね。まあまあ入りますよね、普通のトラクターのタイヤよりは。サイズの方が、サイズはですね、すみません逆さになっちゃうんですが、5の26の4プライですね。はい、となっています。一応ですね、あの取り付けの際に確認してもらいたい、こちらにねあの矢印がついていますので、この向きが前進で、回るようにタイヤはね取り付けるようにしてください。はい、もちろんメイドインジャパンとも、前輪はねこんな感じになってます。はい、後輪の方、あ、前輪はねこれあのチューブのタイヤとなっていると思います。はい、続きまして後輪ですね。後輪は、まあ、これはねノーパンの、タイヤですね。ノーパンクタイヤですね。はい、これはどこだ、これはコーツですね。コーツの後輪がついてます。やはりこちらにも、はい、進行方向、前進の進行方向矢印がついていますので、この通り取り付けるようにしてください。はい、タイヤはねこんな感じですかね。はい、次はですね、こちら、こちらはですね3連カルチ、になっています。こちらはねニプロのロータリーカルチ RMH300K という、モデルになっています。はい、装着は直接ついてますね。はい、ワンタッチではないです。はい、そしてゲージなんですが、ゲージはね、はい、タイヤ式のゲージとなっています。コーツのタイヤ式のゲージですね。はい、そして、こちら、はい、ね、管理機と同じような爪受け、6枚の爪受けがついていまして、まあ、爪もなんだかごついような、管理機よりねごついような気がしますね。はい、これが3連ついてると。そしてこちら、なんと制逆、逆転もね、使えるということで、はい、作業に応じてね使うことができます。はい、3連カルチこのようになってます。結構丈夫そうですよ ね。この辺もね保護のカバーがついてるので、ブリスのニップルがあったりね、オイルをドレンするのもこれメンテナンスもねしやすそうですね。はい、こんな感じになってます。はい、それではですね反対側も見ていきましょう。こちら側はですね、こちらですね、これクボタでよく見る、簡単給油台ですね。こんな風に出してここにタンクを乗せるというところまでは他のトラクターと同じなんですが、何にしても給油タンクこんな高い位置にありますからね、どうやって入れるんだっていう話なんですが、まあ、そのトラクターの標準で、自動給油ポンプが、ついてきます。まあ、そのポンプちょっと今ないので見せられないんですが、
ですね、電池式ではなくて電源取り出しタイプになってますね。ちなみにですね、これからこれにね装着して電源を取り出して、そしてですね、こちらから給油するという給油方法になっています。はい、それではですね、ちょっと今度は乗ってみましょう。はい、ステップに足を置いて、こちらにね掴むこの、バーがついてますので、はい、これをね持ってもらって、はい、このように乗車します。はい、上から見るとね結構高いですよね。まあこれでの作業は慣れが必要かもしれないですね。はい、まあね、あの感覚を覚えるまではちょっとずれちゃったりするかもしれません。はい、操作方法はですね、通常の FT シリーズと、全く同じように見えるんですが、実はですね、このトラクター通常の FT シリーズにはないこちら、4駆とね肉の切り替えレバーがついています。はい、4駆と肉をね選択して、作業することができます。はい、ということはですね、もちろんこのトラクターにも、はい、AD 倍速、ついています。はい、この辺がね、通常の FT シリーズと、まあ、ちょっとね違うところですかね。はい、それではですね、続いては実際にねエンジンをかけて、AD 倍速を使ってですね、ちょっとね旋回の様子を、皆さんにご覧いただきてもらいたいと思います。まあ、ちょっとね場所が狭いっていうのと、まあ、アスファルトの上なんでね、まあそれをね、考慮して、皆さん見てみてください。それではエンジンを始動します。まあ、ちょっと狭いんでゆっくり行きますね。ゆっくりで、4駆、あ、 AD バイソク開いてますね。はい、じゃあ実際にね動いてみたいと思います。分かりやすいように影にね合わせて走行していきたいと思います。次の旋回でこの影からどれくらい離れてるかを見ていきたいと思います。はい、ですね、今ですね AD 倍速ターンで、旋回して、よいしょ、こちらね今影に合わせて、走行してきてですね、今旋回してみたんですが、まあ影からねこれぐらいの、距離がねどうしても出てしまいますね。はい、まあこちらのトラクターの旋回はこんな感じですね。あとは、補助的にねブレーキなどを使って、作業するような感じになりますかね。まあ、あとはね今アスファルトの上なんで、まあ、泥の上だとね、どんな感じになるのか、まあ少し変わると思いますけど、まあどうなんだろう、そんなにね変わんないかなっていうところです。参考にしてみてください。はい、というわけで今回はですね、久保田の畑作管理スペシャル機 FT260ハイクリトラクターをね、紹介させていただきました。ね、この長ネギ用のこのハイクリトラクター、ま、ちょこちょこ見ますけどね、なかなか見る機会もないというお客様
いると思いますので、ぜひ参考に、ね、なってもらえれば、嬉しいです。はい、それではですね、こんな感じでまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。